ホセマヌエル・レーナ・パエスは、スペイン・マドリード州マドリード出身のサッカー選手、SS ラツヨ所属。ポジションはゴールキーパー。愛称は、ペペ。父、ミゲル・レーナは、FC ・バルセロナ、アトレティコ・マドリードなどに所属した、元スペイン代表ゴールキーパー。マドリードで生まれるも、父親、ミゲル・レーナの影響もあり、FC ・バルセロナのカンテラで、育った。 1999から2000シーズンはバルセロナ B で2000から01シーズンはトップリーグでデビューをしたが、荒さが目立ち首脳人の信頼は得られなかった。2000から01シーズンの UEFA カップの準決勝で後に所属することになるリバプール FC と対戦しており、自身もこの試合出場している。この試合はリバプールが勝利した。バルセロナでは 政治意獲得とはならず、出場機会を求めて2002年6月14日に、ビジャレ RCF に移籍。すぐさま、ハビエル・ロペス・バジェホからレギュラーを奪うと、2004から05、シーズンにはチームを UEFA チャンピオンズリーグ出場圏内の3位に導いた。2005年7月4日、同胞のラファエル・ベニテス監督に熱望され、プレミアリーグのリバプール FC に移籍した。 2004から05シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝 AC ミラン戦で PK を3本止める大活躍を見せたイエルジルデクからレギュラーをダッシュするとプレミアリーグでそれまでの6試合を更新する8試合連続無失点のクラブレコードを樹立し政治系の地位を不動のものとした一方同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは 決勝トーナメント1回戦のベンフィカ戦の2試合で3ゴールを失い活躍はならなかった。プレミアリーグでは20試合無失点を記録し最優秀 GK に与えられるプレミアリーグゴールデングローブを獲得。FA カップ決勝のウエストハムユナイテッド戦では PK 戦で勝利して優勝した。続く2006から07シーズンも聖 GK としてチームを最後尾から支えた。 UEFA チャンピオンズリーグの準々決勝チェルシー FC 戦では第1試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ第2戦は PK 戦までもつれたが勝ち上がった決勝では一昨年も対戦したミランに1-2で敗れ準優勝だったプレミアリーグでも2年連続でゴールドグラブ賞を獲得したデュデクがレアル・マドリードへと移籍した2007から08シーズン以降は 政治系の座を不動のものとし、このシーズンの開幕となったアストンビラ戦から2012年4月1日の入ッするユナイテッド戦で退場処分を受けるまで足掛け約5年にわたりリング戦183試合連続出場を続けた。シモン・ミニョレの加入に伴って2013年7月24日、恩師・ベニテス率いる SSC ナポリに期限付き移籍することが決定。 ただ本人は複雑な心境を告白しており、自身の公式 HP で敬意が払われなかったことに対するリバプールへの不満をちらつかせた。政治意として活躍したものの買取オプションは行使されずリバプールに復帰。2014年8月5日、バイエルンミュン編がレーナ個人との合意を発表。二千十五年三月十四日に行われた SV ベルダーブレーメン戦で、 ブンデスリーガデビューを果たし、初めてヨーロッパ主要4リーグすべてでプレーした GK となった。しかし、正 GK のマヌエル・ノヤーの壁は厚く、リーグ戦3試合のみの出場となった。2015年6月、3年契約で SSC ナポリへの復帰が決定。2017年4月30日のインテル戦で、セリー A100 試合出場を達成した。2018年7月2日、 AC ミランへ3年契約で移籍した。2020年1月13日、アストンビラ FC への2019から20シーズン終了までのレンタル移籍が発表された。2020年8月27日、SS ラツヨへの完全移籍が発表された。2020から21シーズン2月7日のカリアリ戦でヨーロッコ大リーグでの600試合出場を達成した。 2005年8月17日のウルグアイ戦に出場し、スペイン代表デビューを果たした。2006年には、ドイツ W 杯の出場メンバーに選出された。イケルカシージャスの控えに甘んじることが多いものの、代表では、ムードメーカーとなり、チームを盛り上げている。UEFA ユーロ2008や 2010FIFA ワールドカップで優勝した際のスペインでの祝賀会では、司会を務め上げ、 会場の数万人を盛り上げた。ビジャレアル CF に所属していた2004から05シーズンには62.5%という高い PK ストップ率を記録した。2006年の FA カップ決勝ウエストハムユナイテッド FC 戦では3本の PK を止め優勝の立役者となった。2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ準決勝チェルシー FC 戦では アリエン・ロッペンとジェレミヌ・ジタップの PK を止め決勝、進出に貢献。2010年の FIFA フフワールドカップ、準々決勝パラグアイ戦では、聖ゴールキーパーのカシー・ジャスに、相手 FW、オスカル・カルドソの PK の癖を教え、カシー・ジャスの PK ストップを、影から支えた。キッカーが助走を取って、ボールをインパクトする瞬間まで、どれだけ自信を持っていられるか。PK では、 ゴールキーパーが強い気持ちを保つことが重要なんだとインタビューに答えている。2013年9月22日の AC ミラン戦ではプロ入り以降21回連続で成功させていたマリオ・バルテリーの PK をセーブし記録を止めた。国際 A マッチ36試合で得点。ありがとうございます。